こんにちは、チョメです。夏物語やっていきます。1、お父さんのお願い。僕、あれ、遊びに行ってなかったのかい？だって、ここ、何にもなくてつまんないもん。前のお家ならみんなと遊べたのに。そっか。それならお父さんのお手伝いでもしてもらおうか。うん、わかった。そこにトマトがあるだろう。取ってきてごらん。チュートリアルみたいな感じかな。気になるところをタップしていきます。グローバルギアさんのゲームです。汚れたトマト、これを磨いたりとかするのかな。スワイプでアイテムを使用。こうやって渡す感じかな。あれ、土で汚れてるね。そこに洗い場があるから洗っておいで。ぐちゃぐちゃをタップしてこれをかけるみたいな感じか。ただ回さないといけない。回してトマトをこうやって置く。綺麗になったよ。それ食べてごらん。僕トマト嫌い。こら、好き嫌いはダメだよ。このトマトはね、おじいちゃんが作ったんだ。ジジイのトマト。ごめんね、ジージね。ちょっとだけでいいからね。いただきます。でも美味しいトマトって本当美味しいよな。美味しい。甘くてうまいだろ。お父さんも小さい頃食べてびっくりしたんだよ。お父さんも？昔おじいちゃんが教えてくれたんだよ。へえ。確かにここの町には何もない田舎だけど、まだ知らない新しい発見や出会いがあるはずだよ。本当？いっぱいね。僕、探偵に行ってくる。行ってらっしゃい。お父さんのお願い、クリア。はい、1位クリアしました。2、ザリガニ釣りとかバーバの浴衣とかね、なんかいろいろあるみたい。こんな感じで謎を解いていく。で、物語とかもどんどん進んでいく感じですね。ちょっと一通り見てみよう。今回は序盤だけちょっと遊んでみようと思います。流しそうめんとかもなんか楽しそうだよね。すごく勝負だ。これは友達となんか勝負するのかな、夏バテとか。で、最後が40、夏の宝物。これとかいきなりはできないよね。ちょっとずつクリアしていかないといけないみたいだね。左上に追加ストーリーとかもあるね。で、あと右上、登場人物リスト。だんだん増えていく。いろんな子がおる。なんか可愛い感じの女の子とかも一応見えた。右上なんか宇宙人っぽいけどな。これもちょっとやっていったらわかる感じになってるみたいですね。じゃあステージ2もちょっとやってみようかな。ザリガニ釣りやっていきます。おい、お前、僕のこと？そうだ、この前引っ越してきたんだろ。そうだよ。君は？僕はこの辺りをまとめている隊長だ。お前も今日から仲間に入れてやろう。優しいね。ありがとう。早速だが、隊員のお前に頼みがある。俺はこの川にいるザリガニをずっと探してるんだ。ザリガニ？俺が網で捕まえるから、お前はザリガニをおびき寄せてくれ。おびき寄せる？ザリガニって釣れるんだぜ。僕やってみたい。頼む、ザリガニをおびき寄せてくれ。右のところになんか板みたいなのを。俺には捕まえられなかった。道具が悪いのか。ちょっと枝を拾おう。アイテム右のこの辺に落ちてた。で、このカバンを見てみようか。開けることもできるのかな。何、イカちゃん、これを餌にするのかな。どうなんだろう。あとはなんか糸とかもいるよな。自動販売機とかは関係ないね。釣り糸？これ使うか？なんか近隣のアイテム同士は組み合わせることができるよ。だからこれとこれを使うって感じか。どうやってやればいいんだろう。糸と、糸を出してこうやって枝をつければいいのか。で、これで釣り糸ができた。で、これを出しといて餌をつける感じじゃない？このイカちゃん。よし、これで釣れるといいな。すごい順調にいったよ。あ、ここにいるよ。岩の下あたり。でかしたぞ。あとは隊員に任せろ。隊長か。やった、釣れたね。はあ、どうしたの？こいつお前にやる。ずっと探してるんじゃないの？あ、でもやっぱり一人で捕まえないと意味がないんだ。どうして一人でなの？それは俺だって。大丈夫？いいから、こいつはお前が連れて帰ってやれ。じゃあ川に戻そう。バイバイ。な、せっかくやるって言ったのに。だって二人で捕まえたいもん。その代わり、また一緒にザリガニ釣りしようね。それなら今度はどっちが多く釣れるか競争だな。
なんかすごくいいこれ。夏とかやったらすごくいいかもしんない。ばあばの浴衣。もう少しだけ遊んでみますね。うん、困ったね。ばあばどうしたの？あら、坊や。いやね、ここに浴衣をしまっておいたんだけどね。開け方がわからなくなってどうしましょうかね。ばあば、僕に任せて。あら、坊やが箱を開けてくれるのかい？助かるね。箱はなんか鍵みたいなのがかかってるから、鍵を探さないといけないね。神棚とかなんかないのかな？届かないからなんか椅子みたいなやつ。これを使う感じじゃないかな。ばあばタップしよう。鍵どこにしまったかね、忘れっぽくてね、大事なところだと思うんだけどね、多分紙だなと思うんだよね。踏み台をタップしたら、なんて言うんだろう、ここにつけることができた。で、紙棚で取ろう、鍵を。はい、アイテム入手。予想通りだったね。で、これをここに使う。まずアップさせて開ける。ばあば開いたよ。今回は簡単だったね。よかったわ。はい、坊や、大きさは合うかしら？え、僕？あら、ぴったりね。ふふ。おーい、お昼だよ。お父さん、あれ、それって。見て見て、僕ね、浴衣って初めて。あ、いいね、かっこいいじゃないか。えへへ。そうだ、せっかくだし、夜、浴衣で花火でもしようか。わーい、楽しみ。じゃあ、ばあばが後で着付けしてあげるね。アフターストーリーっていうのもあるんだよね。これ動画を見たらね、視聴できます。まあ、少しだけ見てみよっか。坊やが喜んでくれてよかったわ。本当は音楽もありますからね。そういや、お母さん、僕、あの浴衣、見覚えがあるんだけど、この子ったら忘れたのかい？さっきの浴衣のこととかもね、わかるんだよ。あ、あの浴衣か。あなた、お父さんのお風呂は地味って散々こねてこねね。こねてたか。私が縫ったでしょ？母、そんなことあったね。あんたも浴衣を羽織って父さんに見せびらかしていたのよ。そうだったっけ？父さんがかっこいいって言ったから、あなた得意げな顔して坊やの浴衣見たら思い出しちゃったわ。親子だからね。父さんに孫の衣装を見せてやりたかったな。きっと今も近くで見てると思うわ。みんなで帰ってきてくれてありがとうね。ね、ちゃんと花火もしてるよね、浴衣着て。で、こんな感じで全てクリアしたらパーフェクトになります。ちょっと3だけ見てみたけどね、他のパートもいろいろあるみたいだからね、皆さんダウンロードしてね、実際見てください。じゃあ私4やっていこうか、次。スイカを冷やして4やっていきます。あ、お母さん。わあ、スイカだ。ふふ、さっきご近所さんからいただいたの。大きいね。そうなの？でもどうしよう、困ったわ。スイカを冷やしたいけど、今冷蔵庫の中がいっぱいなのよね。じゃあ僕に任せて。スイカを冷やせればいいんだけど、このなんかカゴみたいなの使うか。無人販売機。でもお金がいる。勝手に取ったら泥棒になっちゃう。この辺とかないのかな？あら、スイカ持ってくれるの？ありがとう。はい、重いから気をつけるなよ。アイテム入手。スイカ。自動販売機の下とかに落ちてないかな、コイン。ダメか。この木は、ここにスイカを引っ掛けられないかな？引っ掛ける感じでやるか。こんな感じに。長さが足りなくて川に届かない。ダメな時はこんな感じになる。だからいろんなところをタップしてね。このままだとスイカが流されちゃう。まあしょうがない。これ取ってみるか。あ、紐みたいなのがある。これは大丈夫だよね、紐は。この商品を取ってないってことだから、これ料金所だからね。で、これを出して、スイカに紐をつけて、これをここに垂らせばクリアみたいな感じかな。一回出して、はい、OK ですね。これでスイカ冷えるかな。クリアです。あら、天然の冷蔵庫ね。今日取りに来る？そうね、山田くん、食べ頃って言ってたし。山田くんって誰？スイカくれたご近所さんよ。何年ぶりに会ったかしら？はあ。母さんどうしたの？え、あらやだ。懐かしいなって思っただけよ。あはは。ふーん。そうだ、スイカよ、スイカ。夕飯の後にみんなで食べようか。やったー、楽しみだな。このアフターストーリーもめっちゃ気になるけど、これ皆さんで見てください。5、先輩からの試練やっていきます。君が新入りですか？君は、隊長から聞きました。僕も隊員の一人です。でも、ただの隊員ではない。僕は参謀なんですよ。どうです？すごいでしょ？さ、参謀？うーん、そうなんだ。よろしくね。ふん、来やすいやつですね。いいですか？隊長が認めても、僕は君のこと、まだ認めてません。うん。僕がタイの一員として、そう惜しいか試してあげます。
うん、わかったよ。犬がかわいい。さあやっていこう。この箱の中には大切な伝令が入っています。これを開けられたら一員として迎えてあげましょう。ちょっと箱をタップしてみるか。なんか謎解きになってるね、上の模様とかで。これ触れないのかな。あ、触れる。でこうやって移動させたりとかできるみたいですね。上のやつも謎を解かないといけない。ちょっといろんなところを見てみるか。男の子は、この箱の中には大切な伝令が入っています。犬はワン危ない危ない。ポストは関係ないか。いろんなところをねタップすればいいからね。犬飼商店っていうところみたいですね。これ他のところタップしてもダメだから、謎を解かないといけないみたいな感じですね。ちょっとわからないので左上のヒントを使ってみようと思います。動画を視聴してヒントを見ますか。同じ記号を結んでできる形に注目。え、回答見れるのこれ。動画を視聴して回答を見ますかもあるんだ。わかりました。同じ単語を結ぶでしょ。三角、4つあるでしょ。これつなぐと四角になるね。そういうことか。だから三角が四角で、星はどうなってる？星が三角みたいな感じになってるね。わかるかな？だから星は三角か。で、丸を見てみよう。ちょっといろいろ大変だけど、丸はね、これもなんか三角みたいな感じになってない？丸。三つしかないよな。でから丸は三角にして、最後四角。四角は四角か。で、これで OK なんじゃない？ね、鍵開いたみたい。わからなかったら、このヒントの隣にね、答えっていうのがあるから、ちょっとそっちを見てみるか。回答。回答。こんな感じにめっちゃ親切に教えてくれる。ね、私が言いたかったのこれなんですよ。三角は囲んであるから、なんか四角みたいな感じ。で、こんな感じにダイヤルを合わせてやるとクリアできる。積むことがなくてちゃんと物語が見れるっていうのがいいよね。任務完了。やったぜ。ふん、仕方ないですね。君を一員として認めましょう。やった。では早速ですが任務です。ここに書いてある地図は？うんうん、なんと僕たちの秘密基地なんです。秘密基地？いいですか、これは秘密情報です。うん、この時間に秘密基地に集合です。みんなには内緒ですよ。了解。いいね、すごくいい、ほんと。それで秘密基地に何があるの？ふっふっふ、それは後からのお楽しみです。いいです。僕たちだけの秘密、約束、厳守ですよ。うん、楽しみだな。また後でね。子供に戻りたい。はい、実はあの日の出来事これだけじゃないんだ。この後のこともね、気になる人は動画を見たらね、見れますからね。ぜひ遊んでみてください、本当。いや、今回はこのステージ5までで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。もしかしたら実況するかもしれないし、しないかもしれないし、こんな感じでね、まだたくさんステージがあるのでね、いろいろ楽しめると思います。